株温泉駅は、山梨県南駒郡美延町上の平にある、東海旅客鉄道美延線の駅である。株温泉の玄関口となっており、特急、藤川を含むすべての列車が停車する。島式ホーム一面二線と北側の側線一本を、有する地上駅。線路はほぼ北東から南西に走っており、駅舎は南東側にある。駅舎から一番線。 2番線の順で、1番線に、富士方面、2番線に、甲府方面の列車が発着する。富士、三延方面からの入線及び発車は1番線、2番線ともに、可能であり、当駅止まりで折り返し、三延駅留置となる、回送列車や、逆に、三延駅から回送されて、当駅始発富士、静岡方面行きの臨時列車が、逆線で到着、出発することがあるほか、 かつて早朝に定期列車で設定されていた東駅始発の堀り東海道線経由、静岡駅の普通電車も東駅留置線から入れ替えた後に一番線からの発車となっていた。駅舎からホームへは遮断機、警報機付きの構内踏切を利用する。この構内踏切は駅の外、箱島方にある県道の踏切と並行しており、 県道から直接校内踏切を経て、駅の内部へ入ることのできる構造だが、踏切近くには、駅には駅舎を通って入る用刑事がある。開業当初からの駅舎は、木造平屋建ての建築物で、黒い瓦が特徴的である。旅客が立ち入ることのできる部分は、ほとんどが待合所となっており、長椅子が多数置かれている。部駅管理の無人駅。 2012年3月16日までは JR 東海の直営駅であり JR 全線切符売り場自動券売機が設置されていた現在は駅構内では乗車券類の購入はできないためあらかじめ別箇所で購入するか列車乗車後に車内で購入する形となるワンマン列車の場合は整理券を取り下車駅または乗り換え先の列車内で生産となる 駅の構内階の床博多の線路脇には、JR 東海の下部乗務員休憩所があるが、現在は使用されていない。山梨県統計年間によると、当駅の1日平均乗車辞任は、以下の通り推移している。駅の南東100メートルほどのところで下部川に、雨河内川が合流し、駅の西300メートル足らずの場所でその下部川が、床こ川に注いでいる。 当駅は、徳葉川と株川に挟まれた平地に位置している。当駅はかつて株駅といったが、株の集落は当駅の東の株川沿いに、細長く開けている。株は駅名にもなった、株温泉がある温泉の町でその中心部は、駅から株川を遡ること1キロメートルほどのところにある。中心部には、温泉宿などが立ち並び湯町という温泉街を、 形成しているが、駅前にも、線路を渡って、すぐのところに、株ホテルがある。東駅付近を走る道路としては、床葉川と身延線に並行して走る、国道300号、東駅付近から、株川沿いに、湯町を経て湯の奥集落に至る県道湯の奥、上の平線がある。湯の奥は、東駅から東へおよそ4キロメートルほどの、ところにあり、江戸初期の民家で、 国の重要文化財に指定されている門、西家住宅、かつて採掘の行われていた富里鉱山跡などがある。駅の周辺には、その他、株郵便局、海の黄金村、湯の奥金山博物館などがある。株温泉の中心部まで距離があるため駅前には、タクシーが待っていることが多い。特急、富士川の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。 株益に関するカテゴリー、ありがとうございます。